節約しすぎなママ。小学校の時、 A 君という男の子とよく遊んでいたんだけど、彼の母親がすごい節約ママだった。学校の給食に持ってくるお箸は洗って使い回してる割り箸だったり、雑巾は下着で作ったものを使ってた。それによって A 君がクラスメートからバカにされたりしててかわいそうだった。ちょっと何連れてきてんの。うちはよその子は入れないって言ってるでしょ。ごめんなさい。 A 君の家に遊びに行っても絶対に家に入れてくれることはなかった。彼の家は貧乏というわけではなかったけど、 A 君曰く A 母は節約で浮いたお金で洋服やアクセサリーを買っていたらしい。そして大学の春休み、久々に実家に帰ってきた時のこと。実家近くに昔からあるスーパーに買い物しに行った。その日は一人で行き、家族と食べる夕食の買い出しをしに来ていた。惣菜コーナーで唐揚げを取ってパックに入れていたんだけど、輪ゴムを止める際、本来なら1パック1つで足りるんだけど、横長のパックに対し唐揚げを6つ詰めていた。そのため輪ゴム1つでは危なかったので、輪ゴム2つを両サイドに止めていた。そしてレジに行った時、店員が見覚えある顔かと思ったら A 母だった。ここでパートをしているようだ。あっちも気づいてたようだけど、微妙な関係だったので挨拶とかしないでそのまま接客を受けた。するとさっき俺が輪ゴム2つ止めた唐揚げ入りパックを見て、チッ、こういうのはね、1つで十分なの。普通パック1つ輪ゴム1つでしょ。常識がないわね。こういうのを見るとすごいイライラするの、と文句を言って輪ゴムを1つ外し、1つの輪ゴムを中央に止めようとする。そうしたら案の定パックが崩れ、両サイドから唐揚げが落ちてしまった。6個中4個の唐揚げが汚い床に転がってしまった。ああ、 A 母はチッと舌打ちしながら拾っていた。 A 母は相変わらず偉そうな態度で、落ちちゃった分新しいのを売り場から持ってきて、残り2つはこのままでいいわね、と言ってきやがった。自分で落としておきながら客に持ってこさせようとする A 母にさすがに腹が立ち、はあ、客に取りに行かせる気ですか。自分で落としておいて何言ってんすか。輪ゴム1本だと落ちちゃうから2本で止めてたんでしょうが、常識ないのはあんたの方だろ、と怒鳴ってやった。もったいなさそうな使い方するから、とブツブツ言いながら唐揚げを取りに行っていた。全然反省してる様子もなく、頭も下げやしない。昔と変わらず節約癖があり、仕事中にまで染みついているようだ。 A 母が戻ってきて何事もなかったかのようにレジ打ちを再開し、もうブチギレ、何普通にレジ打ってんの、まずは謝罪でしょうが。ここまで言ってもまだわからない、敬語使えないんですかあなた。店長呼んで、店長。俺は怒りのあまり店に響き渡るくらいの声で怒鳴ってしまった。 A 母は下を向いてボソボソとつぶやいている中、店長の方から来てくれた。お客様、この度は大変申し訳ございませんでした。店長は謝罪してくれたが、 A 母はずっとうつむいている。よっぽど自分の失敗を認めたくないのだろう。その後店長がレジを丁寧に対応してくれて、謝罪を込めて商品券もくれようとしてくれたが、俺も怒鳴りすぎて少し迷惑かけちゃったし遠慮した。レジが終わって袋詰めしている時、 A 母は店長にバックヤードに連れて行かれていた。後日スーパーに行った時、 A 母は消えていた。 A 君に久々に連絡した時聞いたところ、案の定クビになったらしい。 A 君は今一人暮らしをしているらしく、母の節約生活はもううんざりみたい。節約のしすぎは時には損につながるので、ほどほどにしておこう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。